どうもこんばんは、NM です。今回は東京グール RE でクインクスとして登場し、驚くべき変貌を遂げながら物語を書き回し続けたムツキトールについての考察解説をしていきます。経歴、東京グール RE から登場した CCG の3等捜査官でありクインクスの初期メンバー、性別は女性ということを隠して生活しています。ですがハイセやサイコには気づかれており、後のオークション編でウリエにも気づかれることになります。ナイフ状のクイーン系アブクソルとイフラフトを使用しており、後に黒のリンシルグナット、白のルスティングナットというナイフ状のクイーン系も使用しており、ナイフの扱いに長けています。カグネの種類は美格、当初カグネが出せないなどの問題を抱えていました。ムツキの RC 値は3とクインクスの中でも極端に低い数値ですが、後にそれはムツキが RC 細胞を制御しきっていた結果だと明かされます。過去に父親からひどい虐待、性的暴行等を受けており、母はそれを見て見ぬふりをしていました。後に両親と兄をグールに殺害されたということになっていますが、実際はムツキトール本人が殺害しています。この一件でムツキに残虐性が目覚めますが、両親と兄を殺害した記憶が欠落し、捜査官になってからも自身が持つ残虐性を自覚していませんでした。アカデミーでは大量に猫を殺し、その舌を瓶に集めていました。ルシマ編ではトルソーに拷問された際に欠落していた記憶が蘇り、内に隠れていた残虐な一面が表に出てきます。ムツキはハイセに対し歪んだ恋愛感情を抱いており、物語の後半では金木やトウカを幾度となく襲撃し、状況をかき乱していきます。秘密、ムツキは自身が女性であることを隠していました。オークション編でビッグマダムと戦闘になり、自我を失いかけていたウリエがムツキの腹部を貫いた際、ウリエはムツキが女だと気づきます。ウリエはどうやら傷からの出血とは別の血の匂いでムツキが女だと気づいたようでした。ビッグマダムと対峙する前、ハイセからの命令でウリエは負傷したムツキを連れて撤退しようとしていました。その際、ムツキが苦しみうずくまるシーンがあります。ウリエがどうしたと尋ねると、ムツキは大丈夫、ちょっと傷が、まさかこんな時にと言いながら血が数滴落ちている様子が描かれていました。ムツキはハイセたちと合流する直前、捜査官の肉を食べて傷を癒しているので、傷からの出血はありえません。そう、ムツキはこの日女の子の日だったのです。ウリエには女だとバレていないため、傷という嘘をつきましたが、まさかこんな時にという言葉からタイミング悪くオークション相当作戦の日と重なってしまったと推測できます。そして暴走したウリエがムツキの腹部を貫いた際、傷口の出血とは別の血の匂いで、ウリエはムツキが女であると気づきました。数字、東京グール RE154 は硫化してしまった金木の捜索のため、グールと CCG が協力する中、ムツキとアウラはトウカを襲撃します。ウリエとサイコがムツキを止めに入った際、知らないからね、死んでもと二人に忠告しながら、マガマガしいカグネを展開させます。この時正面から見て左上のカグネの下にはっきりと数字の4が浮かび上がっています。タロット数字で4は皇帝を意味しており、正位置では達成、成就、責任感、リーダー、自信、逆位置では独裁的、未熟、不安定、弱腰、無責任などを意味しています。154話のラストで現れている数字の4は正位置でした。この時点でのムツキの目的は金木を取り戻すこと、そしてトウカの殺害。このタロット数字が正位置であるならば、ムツキの目的は達成されてしまうのではないか。当時は金木やトウカが死亡してしまう、いわゆるバッドエンドのような展開が予想されていました。実際原作者である石田水先生も東京グールの最終話を本当は台無しにする予定だったと完結後のインタビューで語っていますので、読者が予想していたバッドエンドの可能性も十分にありました。
この先重い展開が予想される数字が現れたムツキですが、悲劇的な結末には至りませんでした。最終的に特等捜査官まで階級を上り詰めており、クインクサ班の中では一番出世しています。なのでリーダーや成就といった面では正位置の意味と一致していると言えるでしょう。名前、ムツキの下の名前トールは北欧神話に登場する雷神トールがモチーフとなっており、東京グール RE11 巻の表紙ムツキの背後に描かれているモザイクアートの中に雷神トールの名前がノルウェー語のスペルで刻まれています。ちなみに東京グール RE10 巻、11巻、12巻の表紙はウリエ、ムツキ、サイコが描かれており、見ざる、言わざる、聞かざるをコンセプトに描かれています。11巻のムツキは見ざる、見るべきものに目をつむってきた彼女をイメージしています。原作者の石田水先生は雑記 RE にてそう解説しています。雷神トールは数多くの逸話を持っていますが、神々の敵たる巨人を倒す戦神として描かれています。神々が東京グールの CCG 側だとすると、巨人はグールといったところでしょうか。トールは単純で怒りっぽい性格ですが、人間に対しては親切に振る舞っていたとされています。また同じく北欧神話に登場するオーディンを父に持っています。このオーディンを父に持つということが重要で、高槻千子と吉村江戸が執筆した王のビレイグのビレイグは北欧の神オーディンの別称であり、意味は片目を描くもの。つまり王のビレイグというタイトルは石眼の王という意味でした。そして石眼の王は金木剣であり、金木がオーディンとして例えられているということになりますので、北欧の神オーディンの子供であったトール、ムツキトールは金木剣、この時点での佐々木敗星の子供として例えられていると考えることができます。もしかしたらシャトーでの暮らしがこの親子関係を表していたのかもしれません。また雷神トールは2匹の黒ヤギを所有しており、この黒ヤギがトールの持つ戦車を引いています。東京グールとの直接的な関係性があるかは分かりませんが、黒ヤギというワード、そして戦車ですが、無印東京グール最終14巻で金木が有馬に敗北した直後、回想で東華を思い浮かべているシーンがあります。ここで東華が着ているシャツの襟に現れているタロット数字が7であり、7が示す意味は戦車でした。つまり雷神トールが刺激する黒ヤギが作中のゴートであり、黒ヤギが引く戦車が東華だとするならば、何らかの関係性が見えそうで見えなかったので、誰か考察してコメントで教えてください。その後、流戦後ムツキはアウラ、ホギと共に地方の CCG へ赴き、特等捜査官へと昇進しています。金木と東華の子供、金木一華の好物であるリンゴを東華に送っていたり、東華もムツキのことをトールと呼んでいることから、金木たちとの関係は修復していると思われます。はい、ということで今回はムツキトールについての伏線考察を解説してみました。アルイの後半でムツキはかなりその状況をかき乱していたので、ムツキのことをこう嫌う声っていうのも、まあ、少なくはなかったんですけど、まあ、僕はねキャラクターとしてもうクインクスで一番好きなんじゃないかというぐらい好きでしたね。うん、あのムツキがね出てくると、まあ、こう何かしらこう起こるんですよ、こう嫌なことが、うん、物語が動くというか、ハラハラさせられるというか、まあ、それがね好きでしたね。あと流戦の時、あのウリエとサイコがムツキを止めに入る場面、あの知らないからね死んでもって言いながらこうカグネをグワーって展開させるシーンは、まあ、ぜひともアニメで見たかったんですけど、まあカットされててちょっと残念だったかなという印象でした。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。